PS4 版ウィニングポスト82016実況を始めていきたいと思います。今日もねゆるりと始めていきましょうね。1985年10月4週、おそらくね年末まで行くかと思います。さて所有競争馬、期待はね山の白菊の BC フィリー&メアターフですかね。あとシリウスシンボリの菊花賞、おそらくねこれは距離持たないんでね、コックスプレート行けばよかったかなっていう感じがするんですよね。オーストラリアのね、これミスりましたね。まあ菊花賞の後は、まあ、香港ですかね。スピード A あるんで十分通用すると思います。あとは2歳戦ですね。世界の始まりと出来すぎの花嫁、ダイナアクトレスにも期待です。さて行きましょう。ネクスト、今日はね先ほどねセブンイレブンのアイスコーヒーをいただいておりました。セブンイレブンって皆さんどう訳しますかね。僕ねおそらくセブンって訳す人が多いと思うんですけどね、僕はね分入れって訳すんですよ。僕ぐらいしかいないんですけどね、分入れって訳すの。 だけどねネットで調べたらね分入れって訳す人もいてるようでね、結構見つかるんですよね。驚きましたね。何でも本当今検索したら分かると、グーグル大先生恐るべしですね。さて菊花賞シリウスシンボリ3番人気、まあおそらくね美保新山が勝つんじゃないかなと、史実通りね。ちょっと厳しいと思います。これダイジェストいきますね。4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ、これはね内で苦しいですね。これ内が開かない、スダホークが伸びてきた、内から美保新山、内から美保新山、しかしスダホーク、これはね井坂氏の呪いですよ。井坂氏の呪い。まさかの美保新山無冠。まあねシリウスも無冠なんですけど、爽快キック氏ともうね井坂氏の呪いがかかったと、この年のクラシックはね、八着惨敗。まあシリウスはね朝日杯取ってるんでね。さて BC フィリー&メアターフ、山の白菊に期待ですね。おそらく今年でね引退することになると思うんで、この馬のね品形をね枝葉を広げていきたいですね。広げていかないとねバチが当たりますよ本当に。これは期待です。出来すぎの花嫁あたりも期待ですね。柴田正人ジョッキーが乗ってくれないのが残念ですが、井坂先生呪いが勝ってましたよ。この実力ナンバーワンですよ美保新山は、この世代で。お、キクオくんじゃないですか。キクオくんはね僕の住んでるところとね、まあ、住んでるところ宝塚というわけではないんですけど、そばに住んでいて、そして名前も似ているということで、僕のね YouTube のねなんて言ったらいいんだ、顔写真載っけてますけどね、宝塚キクオくんのプロフィールに。まあでもね今回キクオくん牧場長にしましょうかね、どうしましょうかね。僕はキクオくんのキャラはねそんなに好きではないんで。何するんだったっけな。そうシンボリ、シリウスシンボリをねジャパンカップは、やめときましょう。おそらくルドルフが出るんでね。なので香港に行きます。香港だったらカップかバーズかですよね。バーズ取ったっけ、取ってないんでバーズ行きましょう。賞金はちょっと安いですけど、そしてねちょっと2週ほど休養を入れます。さてネクスト、サクッと高いかけるさんかな、ガチムチですね。僕もね2年前までジム行ってたんですよ。結構筋肉つけようかなと思っててね。
そして去年胆石の手術でね、もうちょっと今、ちょっと今だらしない体になってるんですけどね。まあだから退院してからね、5、6キロ太りましたからね。手術してからね、ちょっとまた痩せないといけないかなと思ってるんですよ。まあそんな話はどうでもいいんで、一番人気ですね。追い込みはやめときましょう。アメリカの競馬場はね、直線短いんで、小回りの競馬場が多いんでね、差しで。まあ、これレース見ましょうね。このセブンのねコーヒーはなんかレギュラーのアイスコーヒーにしたんですけど、カップがね小さくなったような感じがしますね。こんな小さかったんですよ。さて期待ですね。こういうねスタート位置だと外枠がフリーですよね、おそらくね。まあ、そうでもないかな。やっぱこれはねスタートしてすぐカーブがあると外枠フリーですよね。東京 2000m とか、東京1008もそうかな、中山マイルとかね、阪神の急コースのマイルもすぐねカーブがありましたよね、スタートしてから。物理的に外側の、まあ、外枠の、まあ、外を回ざるを得ないんでね。これはでも窮屈な位置取りやね。まあでもウィップ8はね内が開くんで、まあ、さっきね詰まってましたけどね、終始シンボルは。あのこの位置ならね多分大丈夫でしょう。サンタアニタ競馬場のねあのスタート位置すごいですよね、左上のね上側の。これよっぽどねコースは小回りなんでしょうね。さて4コーナー、まあ、いい位置取りですねこれね。あとは伸びるだけ、再打ちつけ、再打ちじゃないか、外回った。これは伸びないね、伸びない。ちょっとこれはね限界ですかね、山の白菊。まあでも 4、5 着に入ったか。勝ったのはエストラパド、しませんね。まあでもよくやった、よく頑張った。全盛期だったらもう BC も取れてたかもしれませんね。4着さて出来すぎの花嫁、2番人気。相手に強い馬いますかね。まあ、この辺りはね、カクーバーですよね。カリスタ・エトワール。あまり知りませんね。この辺りなら勝ってほしいんだけど、勝てるんじゃないかな。出来すぎの花嫁、スピード B ですからね。クラシックでも十分通用する能力あると思うんで。まあ、これ、ダイジェストでいきましょう。おそらく勝つと思うんだけどな。4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後のこれは苦しいか、この位置取りは苦しいか。また識別忘れてますね、そういう場所。この水色地にピンクの達線が僕の勝負服なんでね、覚えておいてください。来た来た来た、さてさてさて、内が残ってる、内が残ってる。2着入れ。まあでも2着キープしましたね。本賞金は加算したと。ただこれはねちょっとジュエリーオペラあたりにね負けてるっていうのは、まあ、架空馬でしょうからね。ちょっと不甲斐ないですね。まあでも本賞金は加算したんでね、予定通りです。まあジュベナルフリーズもねチャンスあると思います。まあね、牧場のね施設も増築していかないといけないんですけどね。世界頂上決戦最終戦、大鳥キネマの出走を予定していると。無理でしょう、おそらく。いや無理だから。どうせルドルフでし
山の白菊はね、ジャパンカップになってるね、出そうか。せっかくなんで出しましょうかね。まあ、ちょっと状態厳しいな、これな。まあ、有馬行かしましょうかね、ちょっと休養出してね。ジャパンカップは厳しいです。最後の最後に有馬記念出しましょう。距離適正の上限がね、上がってるんでね、2700m まで距離は持ちます。あ、というかルドルフは出ないのかな、今の感じだったら。そして放牧出しましょう、2周出しましょうね。はい、花嫁はジベナイルフィリーズか。これも短期放牧出した方がいいですかね。一周でいいですかね、行きましょう。ネクスト、ダイナアクトです。この馬も強いですからね。クラシックではね、結果が出なかったんですけど、コバになってからね、男馬相手に互角にやったんですよね、確かね。あまり詳しく知らないんですけど。井上ジョッキーというのが聞いたことありませんね。スーパーショットがね、苦戦してますね。ネクスト、さて、ダイナアクトレス。ここはね、確証でしょう。2番人気なんで、マイネルラン、マイネルランには負けないでしょう。これもダイジェストでいきましょう。 2000m 戦ですね。ひょっとしたらこのダイナアクトレスの世代はメジロラモールですかね。すごいね、マイネル、しぶといね、マイネル。でも勝ちましたね。よし、ダイナアクトレスもね、クラシックで勝負になるかどうか分かりませんけど、 G1 取ってもおかしくない実力の持ち主ですからね。井上くんか、やめときましょう。もうちょっとね、有名どころに乗せてほしいんですよ。まあ、これは間違いなく能力ありますからね。まあ、ダイナアクトレスを阪神ジベナルフィリーズに出してもいいんだけど。さて、世界の始まりにも期待ですね。小島ということは太志のおやすさんですかね。太志さんは渋かったですからね、現役時代ね。あんな渋い人はね、なかなかいませんよ。もう野球界の山本浩二、競馬界の小島太志って言ったらね、もう渋さの代名詞でしたからね。ダイナアクトレス、アクトレスをね、どこ行かせるか。朝日杯行かせようかな。朝日杯に。その手もありますよね。まあね、何かしら白菊賞を挟んで朝日杯行かせようかな。出れますよね。ダビスタ、セガスタンバーのダビスタでは出れなかったんですけど、この今の時代は出れますからね、牝馬でも朝日杯ね。ネクスト、世界の始まり、一番人気ですね。小島ジョッキーと、おそらくね、太志ジョッキーだと思うんですけどね。今だとね、小牧ジョッキーですけどね、太志って言ったら
昔は小島太でした。まあ、相手はダイナコスモス、このあたり強いですよね。ダイナコスモスといったらトロップサンダーのねお父さんですよね。まあ、そのあたりですね、強敵はね。これもダイジェストでいきます。フトシージョッキーのね勝利インタビューを見たいですね。さて、これ刺してきたよ、刺してきた。ダイナフェアリーも出てた、これ刺せるやろ。さてさて、坂でも伸び続ける、引き離す、足色は劣れません。よし、勝った、勝ちました、やりました。これはね、フトシジョッキーの勝利インタビューをね拝みましょう。これはダイナコスモスあたりをね破ってるっていうことはもちろん朝日杯は期待できますしね、クラシックもねチャンスありますよ。サンバ審査、やっぱり太志さんですね。これはねスピード判明してほしい。あ、パワーありますね。あ、スピードがねまだ判明しないんですよね。早く判明してほしいんだけど、やっぱりこれですね、海外の強豪と戦うとなると。これは失礼しました、これはね多分スピード C のフラグが出てるんじゃないかなと思うんですけど、おそらくスピード C じゃないかな、 B ないと思いますね。スピード C だったらもう海外遠征は厳しいですね、うん、国内 G1 取れるかなというところでしょうね。おっと、ダイナアクトレスに見ないジョッキーが乗ってくれますね。ファイター見ない。アイランドゴッテスあたりがちょっと状態落ち気味で、この後休養ですね。世界の始まりはね朝日杯行きます。まあ、ダイナアクトレスも朝日杯ですかね。どうしようかな、やっぱりダイナアクトレスはやっぱりね阪神ジェネラルフリーズの方がいいよね、やっぱりね。やっぱり連呼してますけど。ホープフルステークスじゃなくてね、朝日杯に行きます。フレッシュボイスあたりですかね、強敵はね。どうしましょうかね。まあ、ジベナルフリーズ生かしましょうかね。世界の始まりに G1 取ってほしいんで。さて、この辺りもねサクッと勝っていただきたいんですけどね、そんな強い馬はいないと。ダイジェストでいきましょう。ここもね見ないジョッキーに勝ってもらって知り合いになりたいですね。ちょっと詰まってる。よし、来た。さだ、さだ、そのまま、そのまま。よし、やっぱ勝負強いね。うん、OK。これでね、阪神ジベナルフィリーズ行きます。まだね、能力はね、開花してないと思うんで。現時点でね、抜けた能力はないんですけど。見ないジョッキーともね知り合いになれて、これ見ないジョッキー主戦にしましょうね、うん、やっぱりスピード A ですね。これはね海外でも通用するでしょうね。さて、アイランドゴッテス一番人気ですね。まあ、強敵もいますけどね、ダイジェストでいきます。あー、これは持たないね、ちょっと刺された。トーアファルコン、あ、でも差し返す、差し返す、粘ってる、驚異の粘り腰だが3着。
トーアファルコンといったら金色の馬ですかね。中距離走ってたイメージがあるけど、スプリントも走りましたっけね。何かと勘違いしてるのかな。さて香港バーズね、期待です。シーリッチさん終了しましたね。誰も優勝してないでしょうね、おそらくね。回答なしですね、これだから4勝したらおそらく決まりでしょうね、優勝できるでしょうね。みんなあまり参戦の意思がないようで。さてダイナアクトレスはジベナルフィーズいきます。花嫁もジュベナルフリーズね。さてこれでいきましょう。このあたり濃密になってきますね。年末までいけるかどうか、果たしてひょっとしたらいけないかもしれない。まあ、有馬はね、山の白菊ですね。はい、さてこれはね、香港バーズも期待だしね、え取ってほしいですね。アイランドゴッテスはねちょっと放牧に出しましょう。まあ春の目標はね高松の宮記念ビクトリアマイルなんで、まあ、ここはね5周程度休ませましょうね。はい、ああでもアジアマイルチャレンジ無理でしょうね、おそらくね。無理だと思うんで。10番人気なんで、海外遠征の実績も一応あるし、これはね舐められすぎですよ。まあ菊花賞大敗しましたからね、これはね差していきましょうよ。レースでねいきましょうね、レース。はい、今週はねリアル競馬も皐月賞楽しみですよね。僕はね里のダイヤモンドかねリオンディーズかで迷ってたんですけど、まあ、両方本命という感じでね行こうかなと思ってるんですよね。ちょっとマカ引きは3番手に落として、この2頭でね、マカ引きじゃない、リオンディーズと里のダイヤモンドの 2頭軸にしていこうかなと思ってます。まあ、まだ決めてませんけどね、ババ見てからですかね。天気の予報もね悪いみたいなんで、またできたらねダビスタの実況で触れたいんですけど、どうしましょうかね。今ダビスタよりもねはるかにウイポの方が需要があるみたいで、ウイポの視聴回数が増えてるんですけど、ダビスタの視聴回数は増えないんでね。まあ僕はね競馬博士でもねプロ馬券師でもありませんからね、その辺は勘違いしないでいただきたいんですけどね。競馬をね楽しんでいこうと。だから僕は競馬の勝ち組ってね、年寄りになっても競馬をやってる時点で勝ち組だと思うんですよね。競馬を楽しんでる時点でね、年寄りになっても、とにかく楽しんでいこうと。競馬を競馬に触れながらね。さて、これいい手応えだよ。これは勝ったでしょ。さて、さて森、森外差しだ。これはちょっと前残るよ。前残す。いけいけいけ。ステイゴールドのようにはいかない。なんか勝負弱いな、シンボリはな。
勝てると思うんだけどね、スピード A だし、ほんと勝負弱い。春はね、来春はドバイ行かせましょうね。ちょっとね、これスピード A なんですけど歯がゆいですね。さて、これも期待ですよ。5番人気、3番人気ダイナアクトレスの方が人気なんですね。あ、メジロラモール出てきましたね。これ勝てないかな。デイリー杯負けてますけどね、相当強いらしいんでね、メジロラモールね。これもレース行きましょう。今回朝日杯までやりましょうかね。年末の入れたらね、ちょっと時間かかると思うんで。柴田松と前走、スーパーショットもね出てますね。阪神競馬場ラモンの、ね、実力を拝みましょうか。ラモーヌ自体はね、あの三冠取りましたけど、リアル競馬でね、コバになってから活躍できなかったんですよね。コバになってからだからダイナアクトレスの方が活躍したと。もっと逃げてますね、メジロラモーヌ。スーパーショットも前、まあ、ダイナアクトレスはいい位置取ったね。出来すぎの花嫁はちょっと後方かな。これ刺してこれるかどうか。スローペース、これはダイナアクトレスはいい位置やね。メジロラモーヌもいつの間にかに折り合ってますね。さあ、あとこれは花嫁はちょっと厳しい。これはラモールとダイナアクトルスとヤマニンファルコン、外から外からも伸びてきてる。やっぱり強いラモール、ラモールだ。あ、ヤマニン、ヤマニン、ヤマニンファルコン、ラモール負けましたね。ヤマニンファルコンってあまり知らないんですけどね。なかなかの好勝負でしたね。ヤマニンファルコンってあまり知らないんだけど、ちょっと花嫁は大敗でしたね。期待したんだけど。得意な距離が限られてくると、マイルはねちょっと圏外なんですかね。うん、ちょっと厳しいな。世界の始まりはもう太子のおやすさんでね、取ってほしい。うん、これ渾身仕上げでいこうか。渾身仕上げでね。太子は勝負強いからね、太子が乗ってるうちにね勝っておきたいんで。あ、そうそう、トレーニングセールをね、一歳は一頭もいないんでね、買っときましょうね、何かしら。うん、ちょっとセールでね。はい、やっぱりね、奥手の馬を買いたいですね。うん、早熟じゃなくてね、タイムが速いながらも奥手の馬。うん、やっぱり牝馬がいいかな。もうボバはね、うん、G1 取ったんでね、牝馬でバックパサーか。この辺分からないんですよね、血統を見てもね。まあ、アメリカのまあね、ダート馬が多くなるんでね。まあ、ヨーロッパの馬がいいですよね、やっぱりね。フランス牝馬ですね、これね。血統はエルバジャ系ね。エルバジャ系って言ったらモーニングフローリックですよね。
ハビスタ3の基本のね、モーニングフローリックの系統ですね。この辺りは厳しいと思うな。もうちょっとサクッといきたいんですけどね。ヒンバ11秒8、アーティアス、プリンスローズ系、この辺りも地味ですよね。ピンときませんね。と島澤さんあたりと競り合ってもね、おそらく走らないと思うんでこれいいですね。ウィッシュジョン84、まあ、これもでもグレイソブリン系っていうのはいいですよね。血統的にボバーですね、まあ、最高兄弟実績も G1 と、これはなかなかいいんじゃないでしょうか。まあ、相馬さんあたりとね競り合ってもねこれなかなかいいですよね。早熟の毛があるのかな。まあ、ゼザン系というとね、トニビンがいますけどね、トニビン万星ですからね。まあ、ボバーですけどね、これ買いましょうかね。これ試しに買おうか。うん、マシゲだしね。相馬さんと競り合うっていうのがね、この渡辺さんっていうのが確か何でしたっけね、思い出せないな。アグネスか、違いますかね。これはね、なかなか期待できると思いますよ。1億6000万、これでいいでしょう。ヒンバードが欲しかったんだけどね、まあ、これでいいよね。はい、調べてみましょうね。馬情報、ヨーク、まあそこそこですね。三角と黒三角、まあ走るかもしれないですね。さて、朝日杯行きましょう。ネクスト、今回これで終了しましょうね。32分、世界の始まり、竹野さんとね、3番人気ですね。やっぱりベルベットグローブってボバーだったのか。これは強そうですよね。これシーツバーですかね、ちょっと分かりませんね。まあ、フレッシュボイスもね強敵でしょうね。ダイナコスモス、チャンスはあると思います。これね、ほんと渾身の仕上げにしたんでね、勝ってほしいですね。これチャンスが、まあ、おそらく生涯でね一番高いと思うんでね、 G1 取るね。この相手だったら勝っても不思議ないよね。今年のおやすさん、お願いします。先週のヒンバの G1 に続き、今週は朝日杯フューチュリティ。桜の馬といえばね、小島太さんでしたね。完成度が問われるこのレース、ここを制して来年の春の主役に名乗りを上げるのはどの馬か。さあ、酒井勝太郎っていうね名調教師がいましたけど、いいスタートですね。よし、これはサクッとね勝ってほしい。前に戻りましょう。大新吹雪、先手を取りました。おそらくスピード C だと思うんですけど、このまね、まあ、なかなかいい位置取りでね。まあ、でも瞬発力ないんでね、そんな後ろに行ったらダメだよ。これ以上後ろに行ったらダメ。もうちょっと前でもいいぐらい、後ろ行ったらダメだって。不等しい、不等しい、不等しい、何やってんだよ、何やってんだよ、太し。これはダメですね、この位置取りはね。何やってんだ、ちょっと。
こんなところで下がっていくようだ、もう期待薄ですね。ちょっと青い帽子ですね、これね。まあ直線長いんでね、阪神の外回りなんで、これは太がね、まあ、外から伸びてきてますけど瞬発力ないですよね。これは騎乗ミスだと思いますよ、せっかくね調教師が渾身の仕上げをしたのにね、よくね酒井勝太郎調教師がね小島太氏に太氏ジョッキーに怒ってましたよね、これは残念だな。まあ万全の仕上げだったんだけどね、ちょっとこれはねジョッキーですよ、ジョッキー、太しジョッキーですよ。というわけで今回これで終了しましょうね。まあちょっとね調教方針を変えたいんで、これは放牧にね出しません。悔しいね6着。さすがです、さすが伊坂さん、美保新山を、ね、沈めただけはありますね。というわけで今回これで終了します。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。